ウルトラマンヘイティというわけで買ってきました。こちら衝動ウルトラマン VS6 です。フライング販売していることに気づいてお店に行ったらもうすでに数個売り切れててコンプリできないなと思って2点目に行ったんですよ。そしたら次の日に棚に出すということで翌日買ってきました。よかったですよ、買えて。箱に10個入ってて1セット1セット入ってるみたいですね。だから2名はコンプリで買えます。ただし1名がこの拡張セットを取られてしまうとアウトです。これどうにかしてほしいですよね。今回諦めかけましたが揃えられてよかったです。1番2番3番4番5番5個ですね。まずはウルトラマンゼロです。パッケージを見てみます。ウルトラマン80がドドーンといます。ベリアル、こちらにはダークロプスがいます。そしてここにはウルトラマンゼロがいます。裏はこんな感じです。拡張セットはこんなセットですね。この名シーンを再現、飾ってよし、動かしてよし、戦ってよし。では開封します。バカリ、食玩なのでガムが入ってます。組み立てはとても簡単です。チョキ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 。手でもげるかな。力は必要ですが手でもげます。頭をはめます。カチン、ではでは可動箇所を見てみます。頭、腕、二の腕の部分で回ります。そして肘で曲がります。で手首で回転します。胸の部分動きます。そして腰は動かないです。で股関節、前はこんな感じ、後ろはこんな感じです。後ろが結構上がりますね。バレリーナ並みです。で膝です、結構曲がります。で足首はボールジョイントなのでぐりぐり動きます。塗装も目が黄色に塗られてます。表面は十分塗装されている感じですね。後ろも結構塗られてますね。なかなか頑張った感じです。スラッガーは軟質です。2個つけちゃうっていうのすごいですよね。
パーツも硬くはまっていていい感じです。こう可動箇所も硬いのでポージングが決まります。自立もできそうですね。余裕です。この台座をつければさらに安定して立たせることができます。そしてこの穴には余った手首をはめておくことができます。これ左右で軸の太さが違うので間違うことはないです。細いのはこっちですね。こちらは軸が太いので右手です。じゃじゃーん。こうしておけばなくしません。でこうやって立たせておくわけです。衝動のウルトラマンはこう小さいですけどこうよくできてますよね。なんかもうファイティングポーズな感じです。この辺のフォルムもよく考えられてるんでしょうね。では次です。ウルトラマンベリアル。すごい悪役ですよね。私は好きなんですけどね。悪役は悪いほどいいんですよね。じゃじゃーん。おー、素晴らしい。かっこいい。玉をはめちゃいます。いいっすね。悪そうだな。お、手首のパーツが少ないです。では手をはめます。おお、とてもいい。ベリアル様降臨しました。YouTube にあるヒーローショーダンのベリアル、これかっこいいですよね。生で見たことないですけど。すごいな。こうやって降臨していきそうですよ。でーでしゅ。超いい。可動箇所はほとんどさっきのと同じです。塗装は赤と黒が中心で目が黄色ですね。何か俺様に文句でもあるのかって顔してますね。文句ないです。後ろはこんな感じです。腕のちょっと後ろが塗られてる感じです。感じいいんですよね。いやー、これかっこいいです。もちろん悪だけじゃ成り立たないのでゼロに頑張ってもらいます。続いて3番、ダークロプス。開封しまーす。チョキ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 。
あ、こちらも手が2個だけです。頭をはめます。できました。カラーリングがすごい特徴的ですよね。あんまり見たことないです。目が赤です。そんでもってこの辺も赤く塗装されてます。これまたかっこいいですね。ゼロと比べるとこんな感じです。塗られてる箇所が微妙に違いますね。カラータイマーが塗られていて、こっちは塗られてません。あとこの額のポッチも塗られてますが、こっちは塗られてません。その代わりこっちはここが赤く塗られてます。こんな細かいところよく自動で塗れますね。続いては4番、ウルトラマンベイティ。もう何度でも歌っちゃいますね。ただその後の英語が言えないっていうね、悲しい歌です。おそらく私がリアルタイムで見たのはこの辺だと思います。ウルトラマンやセブンは再放送です。ただ再放送のそっちの方がすごい印象に残っていて好きです。頭をはめます。手首はこんな感じです。6個ですね。これはグーですかね。可動は同じ感じです。とてもいい感じです。シンプルにまとまってます。塗られているのは目です。あとカラータイマー、あとこの辺のマーク、裏はこんな感じ。少し塗られてます。じゃーん。これでウルトラマン全4種出揃いました。残るは拡張セット。これを買われてしまうとコンプリができなくなってしまうんです。複数買いできるような感じなんですから、これだけでもワンボックスあってもいいと思うんですよね。この辺の武器はそれぞれつけていいと思うんですよね。この街のみ拡張セットで販売してほしいです。では開封します。すごいパンパンです。ちょっと膨らんでますね。開けまーす。出ました、ビルです。僕らのビルディング。そんでもってこちらが細かいパースになります。
次にこちらを開けます。チョキ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 、こっちも手でもげ、こっちも手でもげますね。これはどうかな？あ、取れますね。綺麗に取れました。というわけでこちらが拡張セットになります。では一つずつちょっと見てみます。こちらはビルです。これは土台ですね。道路になってます。ちなみにこのビルは分解することができます。こうすればビルを2つに増やすことができますね。裏から見るとここですけど、これをこうやって合わせれば高速道路とか作れるんですね。だけど一つだけだと中途半端な感じです。こちらがゼロのツインソードです。こうやって持って使うんですね。とても強そうです。これはゼロのスラッガーなしの頭です。この頭についていたスラッガーを2つ合わせてこれを作ります。なのでこれを持っているときはこういう状態です。これ何かと思ったんですけど、ギガバトルナイザーを自分で作るんです。あ、ここはまるんですね。おっちょ、これでいいのかな。3個はまります。こちらも作ります。はめます。かなりがっしりはまってんので、これ取り外すの大変そうですね。そしてはめます。できました。ギガバトルナイザー、結構長くていいです。パコン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 。でもってこれがディメンジョンコアです。時空移動装置です。ダークロプスにつけるんですね。ダークロプス用の爪とは何だろう。これなのかな。爪というか普通の手ですかね。ダークロプスについてる方が爪って感じです。そんでこっちがサクシウム光線です。80の光線ですね。こちらはこのフィギュアを立たせる棒でした。こう組み立ててこの辺にぶっ刺して最後にこれをはめます。腰の部分の穴に刺します。これでいろんなポーズが取れます。でけー、これいいですね。ではそれぞれはめてみます。じゃあゼロです。じゃあゼロの頭部を変えてゼロツインソードを持たせてみます。持たすときはちゃんと手がありますね。これだ。ここにガチコーンとはめます。素晴らしい、ちゃんと持ってます。簡単に落ちないです。
おお、いいですね。そんでもってベリアルにはギガバトルソードです。これはこのまま持つのかな。あ、上がりました。ちゃんと持つ用の手がありました。なるほど、片方を外して手の中に通します。素晴らしい。ちゃんと造形もしっかりしてます。手を外して持たせます。おお、かっこいい。この長さがいいですよね。ベリアルはいいな。そんでもってディメンジョンコアです。ここにつけるみたいですね。これが外れる、お、外れる、外れる、お、外れました。一見外れそうになかったけど外れました。素晴らしいこう設計です。で、これをはめます。こうですね。はまりました。がっちりはまりました。素晴らしいですね。不自然さがないです。最後に AT にサクシウム光線を打たせます。テン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 。シューム光線打ってます。今回も素晴らしい出来でした。次回も期待です。というわけでご視聴ありがとうございました。